おはようございます。総家人の久保です。今日はですね、令和3年の4月12日でございます。時間が5時46分ということで、まだ相場が動いてないんですけども、今日の月曜日から今週ですね、そうですね、12から16までの1週間を占う形でちょっと全体相場を見てみようかと思います。じゃあちょっと画面を切り替えてみましょうか。週足から見るようになりますね。これが週足なんですけども、いつものようにちょっと線を引いてみましょうか。ぐーっとね、横に線を引いて、基本的にはね、トランプさんの時は下げ相場、バイデンさんにやって上げ相場なんですけども、特にあのアイ波動っていうんですけどね、もう垂直に上に上がっていくような感じで急速に、ドル高が進んでますよね。円がどんどん安くなっているという形でございます。で、ここに見えるのがあの V 波動ってやつですね。V 波動って分かりますかね、ここも V 波動って形でございます。このね、チャートの中にいろんな波動を見分けれるように補助線を引く訓練をしておきましょう。これは余談ですけども。で、今回は上昇波動が結構行き切ってると思いませんか。これこの辺の力点にもう達してるわけなんですよ。下はこの辺じゃないですか。ですから大きく見ると、このレンジの中に入ってる中でもう高値圏に入っちゃったんですよね。急速にバイデンさんが就任してから上昇しましたんで、ですんで高値圏では今度はね、大きく下がることを考えていかなくてはなりません。というところでデイリーを見てみますけども、デイリーもこういうふうにね、トランプさんが来てバイデンさんがこういうふうに上がってきたところ、今高値圏がこう限界を迎えているのかなと。この辺で一旦高値に向かう方向性が弱まって、そしてここでさらにね、強く上に上がったんですけども、その分強く下に下がりました。ここも軽い V 波動みたいになってるわけですよ。でも全体的には上げ相場じゃないですか。そうなるとこの勢いがまだまだね、続いて N を繰り返して上昇に向かっていくのか、それとも高値圏から今度は値下がりに向かうのかっていうことをね、気をつけなくてはいけません。ある意味ね、この辺以上にちょっと難しくなってくるわけなんですよ。で、価格って下がれば下がった分だけ今度ね、反転して上がるポテンシャルを備えてますし、上がれば上がるほど今度は高いところから低いところに落ちる勢いが凄まじいんですよね。そういう意味もあって、トランプさんがずっとドルを安くしてきたのが、バイデンさんに入って急速にドルがね、値上がりしてきた。財政出動もありますけどね、こんなことになってます。はい、じゃあどういうふうに見るかなんですけども、4時間1時間で見てます。4時間は右肩上がりができてると思いますけども、横ばいが右肩下がりになってちょっとね、売りの方に向かったんですよね、こういうふうに。で、ここも同じです。横ばいがちょっとね、右肩下がりみたいになってるんですよ。で、そこをブレイクして上昇してきたんですけども、今回ここをブレイクせずに下の方にブレイクしましたね。ということで、変わり目なんじゃないかなっていうふうな予測が立つんですよ。それからここの形と今形成中のこの形が同じところでちょっと似通ってきてますんで、左右対称のような形でね、これもたまに出ますよね。左右対称のような形でもしかしたら落ちていく可能性があるかなというふうに懸念しています。まだ結論出ないですよ。わかんないですよ。だからこういう時はね、しばらく様子を見ることになると思います。で、1時間になるともう完全に売りモードですよね。右肩下がりになってます。右肩下がりの中でも、こうやって戻りを作りながら、右肩下がりを作るわけですよね。戻りを作りながら。だからこれが戻り売りに入る可能性もありますんで、短期的にはセルを考えます。ちょっとこっちを見てください。ここから戻り売りを入ったら、ここを超えて N を書いて、この辺りまで水準まで落ちてますよね。ということは、同じようにね、ここも、こことこことの関係です。このネックラインを超えて、さらに割る可能性があるなというふうに見るんですよ。で、もしそうなったらですね、4時間の方とか1日の方に影響を及ぼして、これは転換が始まったかなっていうふうな要素の一つにするということですね。ですんで、とりあえずバイはないかなというところです。バイはないと。セルもあり得るんですけども、今日半日から1日は様子を見ないと、この後の動き、特に相場が開いてからね、どういうふうな動きをするかってことが分からなければ何とも言えないところがあります。今の時点ではここまでが精一杯かなと思いますね。
というところでね、今この時点で相場が動いてない間は先週の分析をするにとどまるのと、ここからはこういう理由でこうなりそうですよってことを申し上げた、これがね精一杯ですね。あとは実際に動きを見ながら、あ、予測の通りだったな、もしくは第二予測の通りだったかなってことで、セルなのかバイなのか方針を決めていきます。まあバイはないかなと思いますよね。こっからね、瞬間的にセルに入るのか、それとも慢性的なセルに入るのか、どちらかだと思いますんで、ちょっとセルの方向で考えていこうかと思いますね。それでは実際に相場が開くまでしばらくお待ちください。もしかしたらこの動画見てる頃にはもう動いてるかもしれないですね。それでは場合によっては追加配信いたします。いってらっしゃい。